ただいまから東北大学学域授与式を行います全員ご起立ください例ご着席くださいこれより学域の授与を行います 総長は演題へお進みください。学士学位記授与七十名総代理学部ガンボルトエルチスサラン 学位記ガンボルド・エルチッサラン、本学理学部科学科所定の課程を治め、卒業したので、学士、理学の学位を授与する、東北大学総長、大野秀夫。 修士専門職学域授与192名総大経済学研究科修がん学域修が 本学大学院経済学研究科経済経営学専攻の博士課程の前期2年の課程を修了したので修士経営学の学位を授与する東北大学総長大野秀夫 博士学域授与185名総大生命科学研究科孫寛、はい、学域 孫官、本学大学院生命科学研究科生命機能科学専攻の博士課程において博士論文の審査および最終試験に合格したので博士生命科学の学位を授与する東北大学総長大野秀夫。 総長はお席へお戻りください。総長告示。総長からお祝いの言葉がございます。総長は演題へお進みください。 このたび、晴れて学士の学位を授与された70名の皆さん、修士の学位を授与された165名の皆さん、専門職の学位を授与された27名の皆さん、そして博士の学位を授与された185名の皆さん、おめでとうございます。東北大学を代表して、心よりお祝いを申し上げます。また、この間、皆さんが本日を迎えることを心待ちにし、 支援をしてくださったご両親ご家族関係者の皆様に心よりお喜びを申し上げます。日本を含め世界四十四カ国地域から本学の門を叩いた皆さんは、今年に入り新型ウイルコロナウイルス感染症が世界に衝撃を与える中、大きな困難を乗り越えて本日の学域授与式に臨むことになりました。その努力に改めて。 敬意を表するとともに、ここに国際色豊かで多彩なバックグラウンドを持つ皆さんを本学から送り出すことができることを大変嬉しく思います。本日は感染症拡大が継続する現状に鑑み、卒業生、修了生、並びに関係各位の安全安心に配慮し、代表者のみの臨席のもとで学位起業式を挙行し、インターネットによる映像配信を行うこととしました。さて 21世紀はデータの世紀です。本学は新入生全員を対象として現代のリテラシーである AI ・数理・データ科学教育を開始しました。くしくもそれと同じタイミングで私たちはデータの重要性と威力を世界的な感染症拡大・パンデミックへの対応の過程において切実に感じることになりました。世界保健機関も 十分な情報が得られていなかった初期には、人から人への感染の明らかな証拠はないとしていましたし、マスクの有効性についても、後になってから認めた経緯があります。世界は日々変化する不完全な情報・データをもとに、一刻も早い対応を迫られる困難に直面し、その困難は現在も継続しています。 一方限られた情報やデータしか得られない状況であっても重要な知見と効果的な対策指針を見いだすことができた例もあります。本学医学系研究家の押谷仁教授らは特定の場所や条件今私たちが「三密」と呼んでいる密閉密集密接の状況下で感染拡大の危険性が高まることに着目しそれを避けることで感染が抑制できると提唱しました。 その正しさは現在広く認められています。パンデミックにいつか終わりが来るのは間違いありません。しかし、その後のポストコロナの世界は、皆さんが知っていた世界とは確実に異なるでしょう。パンデミックを通して、格差や分断をはじめとする世界的課題が急速に深刻化しています。これまで当たり前のことと考えられてきた社会的な枠組みや秩序が、 大きく変わろうとしています世界各国において政治的な対立が勢いを増し国家間の圧力もかつてないほど深刻化しつつありますそれでは十分な情報やデータがあれば私たちは課題に対する合理的な解を見出すことができるのでしょうか今回のパンデミックが改めて教えたことの一つは情報やデータが同じであっても人間が下す判断には大きな幅があり その反応もセンサ満別でであるとということですソーシャルメディアの普及をきっかけとしてついに誰もが世界に対して自由に発信できる時代が到来したと喧伝されましたしかしそのが現れつつあるのはまさに「人は欲しているものを信じる」というジュリアス・シーザーの言葉の極限とも言うべき党派的分断の世界ではないでしょうかいかにデータが正確であったとしても 科学的なものの見方と対話の英知が欠けていれば、私たちは見たいものしか見ないのです。現在、デジタルトランスフォーメーションが急速な勢いで進展しています。IoT、インターネット・オフ・センス、および AI の浸透は、人々の生活をあらゆる面で改善する方向に変化させることが期待されています。しかし、テクノロジーの向かう先は、人間の意思に大きく依存していることを忘れてはなりません。 皆さんはこれから社会の枠組みそのものが急激に変化する世界にこぎ出すことになりますそこでは情報・データから価値ある事実を上流し答えのない不確実な状況に向き合いそれらをもとに判断を下すための深い教養が求められます皆さんは東北大学で専門的な教育を受けましたがその専門性の背景には 広い意味での科学的なものの考え見方・考え方があります深い教養を支えるこの地の基盤こそ今後も皆さんが道を探す手がかりとなり社会にそして世界に貢献するためのデータの正規の羅針盤となるのです東北大学は今から113年前の1907年の見学以来森の都あるいは学徒と呼ばれる仙台の地にあって 研究第一文庫解放実学尊重の理念のもとに多くの指導的人材を輩出しイノベーションを駆動する世界的研究成果を上げてきました皆さんの母校は持続可能な世界の実現に向けて先駆的に行動する世界有数の研究大学です2011年に発生した東日本大震災からもうすぐ10年を迎えます これまでに全額を上げて被災地の復興を後押ししその教訓をもとに防災 ISO 国際規格の提案をはじめとして世界の防災減災に大きく貢献してきましたさらに2017年には世界の有力大学と合していくことを使命とする指定国立大学法人の最初の3校に選ばれましたこれも長年にわたる教育研究の成果に裏打ちされてこそ実現したものです 皆さんは今日からその系譜に名を連ねることになりますこれまで研鑽を積んでこられた皆さんは変わり続ける世界に進み出てその変化をリードする準備ができています自分こそ新たな未来の担い手であるそのことを胸に刻んでくださいこれから皆さんは世界中の人々と共同して新たな社会をつくっていくことになります そのとき東北大学コミュニティの一員であることが皆さんにとって大きな力となるでしょう全学同窓会である東北大学周遊会のもとには国内外に多数の同窓会がありますそのネットワークを大いに活用し世界により良い変化をもたらし皆さん自身も豊かな時間を過ごしてください今後世界に広がる同窓会ネットワークを一層強化したいと考えていますそこでまた 皆さんとお会いいできる日を心から楽ししみにしていますここで日本語を母国語としない卒業生、修了生のために英語でお祝いの言葉を述べます。Since we also have many non Japanese speaking members, I want to take this opportunity to address our international students and congratulate them on their successful graduation. Because your safety is of, is of utmost importance to us, we decided to hold this closed door event with only a few student representatives instead of the usual ceremony. Although the COVID 19 pandemic created serious and complicated conditions, all of you were able to overcome the difficulties and conclude your studies, which, in and of itself, is a remarkable accomplishment. The current circumstances also show the challenges of the modern world. It is said that the 21st century is a century of data. But data alone does not lead to appropriate decisions or a competent judgment. More and more frequently, data is being distorted and misused to fit individual or political agendas. As Julius Caesar wrote in commentaries on the Ga Gallic War, men willingly believe what they wish to be true. The best data in the world is worthless if you do not possess the ability to deduce the right logical conclusions, even if they do not fit your personal opinion. Well, during your time here at Tohoku University, you have obtained not only a, a more fundamental understanding of the world, but also means to distill information and knowledge from given data, expand your intellectual horizon, and provide wisdom and a voice of reason for the benefit of others. i would like to encourage you to continue your activities as valued member of our university, since there are never enough voices of reason. Also, please keep in mind that the bond you formed over the years with our members of our university does not dissolve today. Well, we have a global alumni network managed by our alumni association, Shuyukai, where you can connect with your alma mater and be informed about the most recent advancements of Tohoku University. Social distancing might be a popular catchphrase nowadays. But distancing does not mean isolation. It means having thoughtful interactions as a socially responsible member of the community. We are still here as friends and family to help each other, and you are always welcome. Congratulations on your graduation. All the best for your future. Stay safe, and see you again. 改めて本日は誠におめでとうございます。皆さんが今後世界に向けて大きく飛躍することを心から期待して私の式辞といたします。令和2年9月25日東北大学総長大野秀夫。 総長はお席を戻りください卒業生修了生等総代当時卒業生修了生等の総代からお礼の言葉があります卒業生修了生等の皆さんは 全員起立してください総長は演台へお進みください卒業生修了生等総代環境科学研究科陸下機 当時収穫の秋を迎え私たち卒業生修了生もまた実り大きい学習の成果を得ることができました今年は新型コロナウイルス感染症の影響で学業と研究を進めることにこれまで想像することできなかった多くの困難がありました こうした状況の中、本日、大野総長をはじめとする関係の皆様のご臨席を賜り、このような学域重要式を強行していただきましたことに、即座要請、修了生一緒に代表して、これより御礼申し上げたい,います。5年前、私は上海交通大学の環境学部から、 東北大学環境科学研究科修士課程の学生として留学生してきました修士を修了後中国費奨学院で博士へ進学しました長い歴史と伝道を持つ東北大学の研究第一文工開放実学尊重という3つの理念は私にとって大きな魅力でありましたさらに 博士課程に進学するタイミングで、指定国立大学法人に認定されたことは、そのような大学に身を置いていることが誇らしく、研究を進める大きな励みにもなりました。研究を進める上で、恵まれた大学環境は、授業や研究の時に強く感じることができました。 例えば、私の研究では、ラボスケールのプロセス開発の成果をスケールアップ化し、独自に開発したシミュレーションを使い、多くの企業の技術開発者や経済学、社会学を専門とする方々と共同で、実用化、社会実装化による環境影響や技術補強をすることができました。私は、 留学生の一員として、東北大学のよく整備された国際的な学術環境を感じることができました。まず、留学生が日本での新生活になれるために行っている1対1のでのチューター制度。さまざまな留学生の日本語のレベルを評価し、初心者から上級者に対応している日本語の授業や、 学生たちが英語や日本語の発表と交流を通して行う国際,国際会議参加のためのセミナーなどは非常に大きな支えになりました。私は日本に来る前は発表などは非常に苦手でしたが、環境科学研究家の International Environmental Leadership Program に参加するなど、 多くの指導と経験を積むことで終始1年が終わる頃には産業エコロジー分野で権威あるエコバランス国際学会で行動を発表することができました。東空大学が位置している東空地方は美しい自然に囲まれて住みやすい場所です。しかしながら皆さんご存知の通り 9年前に東日本大震災がありました。私は様々な機会で被災地を訪ねるたびに、再開当時の様子を実感し、より安全な未来を創造するための使命感を深く覚えました。復旧、復興と被害軽減を実現するには、幅広い科学分野の協力が不可欠と思います。私の知る限りでは、 東北大学は災害科学、災害科学、安全学、国際共同大学院プログラムなど、東北から世界に向けて災害に対して予防と対応のできる研究者を育成を目指しています。このような強固な基礎学文の分野をもととし、 さらに既存な学問分野を超えた融合教育と研究を進めている東北大学で学べたことは私にとって大きな誇りです。現在、人類社会は多くの危機に立ち向かっています。短期的には新型コロナウイルスのパンデミックに対して完全予防しながら 持続可能な新しい生活様式を作り上げる必要があります。長期的には気候変動や貧富の差などを解決するため、持続可能な開発目標を達成すべきであります。そして、さまざまな困難を乗り越えるために、私たちは偏見を捨てて、心を合わせる必要があります。修了生も進学であれ、 就職であれ、学んだ知識を活用し、より良い社会の構築のために力を尽くすことが何よりも大切です。そこで私、中国の学校で有名な言葉を引用して、我々の活躍を誓いたいと思います。今日私たちは学校を誇りに思っています。明日私たちは学校の誇りになります。 ここでたくさんご指導くださった先生方に心より御礼申し上げたいと思います。また、豊かな大学生活をご資源いただいた職員の皆様に感謝いたします。そして何より私たち一番応援し続けてくれた家族と親友に、強く感謝の気持ちを伝えたいと思います。 Next, please allow me to summarize the contents of this message in English. First, I would like to congratulate you all on the successful completion of your degree, and especially for overcoming the coronavirus pandemic. On behalf of all graduates, I must express my heartfelt gratitude to President Honor and other related people for holding and attending this memorable ceremony for us. Tokyo University is a world class university with a long history. Emphasizing the three principles of open doors, research first, and practice oriented research, Tokyo University provides an excellent study environment for our international students. Currently, human beings are all facing significant crises. In the short term, we should recover recovery from the coronavirus and increase the efforts to prevent such epidemics in the future. In the following decades, sustainable development goals should be achieved to resolve issues such as climate change and waste inequality. We, graduates, are expected to apply the learned knowledge and make efforts to construct a better society.

当時とさせていただきます。令和二年九月二十五日。卒業生、修了生と総代環境科学研究科。理科科技。